おはようございます。星野瑠璃のニコ7実践動画。この番組はパチンコパチスロ競馬大好きな私星野瑠璃の日々のスロットライフを皆様と楽しもうという番組になっております。よろしければこの動画への高評価、ニコ7チャンネルへのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日は何を打とうか悩んだんですけど、この番組では久々の実践となりますバジリスク絆2を打っていきたいと思います。はい、早速朝一大ゼロ回転から打っていきます。有力感ランプは消えてましたのでリセットはされていそうです。で、朝一有力感移行時の子役による抽選がありますので1ゲーム目大事です。はいで、設定判別ポイントとしては、弱チェリー確率、こちらはすでにユニメモ入れてありまして、ユニメモで数えてくれますので大丈夫です。お、巻物引きました。16ゲーム早いですね。あ、ここで当たってくれたらいいですけど。お、巻物、巻物の前兆中に巻物引きました。8点。お、チャンスアップ出てますね。おお、めちゃくちゃ早い。で、ここまでにチャンス目は1回も引いてません。23ゲーム投資が1000円、赤頭の移植です。よーし。で、玄之介選択すると、444とか456とか246とか出ることもありますので、それが出てくれれば一番いいですね。投資少ないんで、ここで当てちゃいたいですけど。108。お、金。残念。はい、1スルーしましたが、こちら広角からスタート、これも設定差あります。吉田塾とかからスタートするとね、設定56が高まりますので、この辺にも注目ですね。メインとなるのは BC の初当たりと、あと AT の初当たり、これかなり設定差ありますんで、そこと、あと弱チェリーの確率とか、そういうのをメインに見ていけばいいかなと思います。通常時は先ほどのは巻物から当選したんですけど、謎当たりにも設定差がありますので、状態のその推測、あとは謎当たりを判断していきたいです。巻物を引きました。勝って巻物から、お、はい、巻物から101ゲーム青い色ですね。追加投資1000円で総投資が2000円です。よーし、行きましょう。おー、巻物来た。行ってくれ、これで。あ、やった。これはね、多分巻物っぽいですね。2回目で行きました。よし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 。
いいですね、投資かなり少ないです。早いですよ。それでは本日初の AT 打っていきます。源之助です。水槽の滝、おー、絆玉。純増 2.9 枚で AT はシナリオ管理になってます。総任中こう桜学とレア役で絆玉の抽選してます。おお予告いいね。あ、巻き物。創始創殺。さあ音楽流れました。44エニシ巻物引いていきましょう。うわー巻物引けず、キーン。巻物引けなかった。これは大丈夫です。水槽の滝、ジャックチェリー。はい、2戦目46。さあ何にもないです。あ、黄色黄色ですね、まあ、ステージ矛盾もあるんですけど、でもさっきねおぼろも喋ってたんでどうなんでしょうね。特殊集巻物は引いたけど、まあ、特に何もなく来てしまいました。オッケーオッケー、よーし。はい、3戦目66です。さあステージどこか。あははは、まずいですね。来てしまいました。3セット目は最低でも B 以上なんで、まあ、続いてもいいけどちょっとピンチです。あーあーよかった。まだです。巻物4セット目、お、53奇数。よし、巻物引きましょう。4戦目です。おお来た、引きました。巻物はい、金いいですね。ここを抜けれたのはでかい。青い色、はい、水槽の滝で、これシナリオ朝掛けだと思うんで、こっからは
DADA の繰り返しですね。次は D なんで、まあ大丈夫。巻き物引きました。5戦目巻き物。はい、チェリーとベル。よし、いや何にも引けない。ジャックチェリーでもいいから引きたい。573枚終わっちゃう。怪しき気配じゃ、怪しき気配じゃ。はい、5戦で終わってしまいました。573枚で怪しき気配じゃはテーブルが8、9、13、14、15、16ですね。残念ただかなり低投手で、まあ、500枚以上出ましたんで、まあ、この持ちメダル内にどんどん増やしていけたらいいですね。はい、巻物から47ゲーム。はい、赤い色です。はい、128ゲーム持ちメダルです。青い色、39ゲーム巻物から。赤い色、ランプ白です。強チェリー。はい、150ゲーム持ちメダルで強チェリーから。赤い色、ランプ黄色です。おお、赤い、熱い熱い。よーし、4回目ですね。ああ、BC が軽くって良かったです。なんとか持ちメダルで2回目の AT につなげられました。それでもやっぱりスルーしてしまったんでかなり持ちメダルは減りましたね。1戦目 4-4 チェリーですね。ああ、今日チェリー引けた。白ナビ。はい。バジリスクチャンス。おお、本日初同色、赤同色です。はい、終了。はい、予告はなし。2戦目、4-4。広角なし。おお、はい、強チェリー1回だけ引けました。うん、
263枚。では参りましょう。では参りましょう。終了。持ちメダルは一番最初の AT5 よりは少ないですね。BC はかなり軽くって1回も200ゲーム以上ははまってないです。おお、赤い赤い赤光機、巻物引きました。いいとこで引いた光機。花火がら確定、綺麗。はい、69ゲーム持ちメダルです。早いですね。はい、赤い色ランプ黄色。赤まで行きました。はい、1000人よし。めっちゃ風強い。海岸。はい、3回目の AT ですね。まあ最低でも500枚ぐらいは出したい。そうすればね、また右上がりになりますんで頑張っていきましょう。はい、1戦目。ジョクチェリー。おお、赤ですね。お、ダメ。いや、107枚。出発の準備。いやー、残念だな。単発ですね。まだプラス域にはいます。はい、で現在総回転数が1000回転回して、ジャックチェリーが 40.0なので設定5、6の数値ですね。 5と6の間で、BC の色は赤頭が多いです。なので2、4、6偶数の方が可能性は高い。まあその他は、まあ、BC の初当たりはかなり軽くって、で AT もそんな重いっていう感じではないですよね。全然ね、まあ、中間以上っていう体感ではあります。ただ、まあ、持ちメダルが伸びてないのは、まあ、AT を伸ばせてないっていうのもありますよね。さっきのもかなりチャンスだったんで、まあ、引きが悪かったです。お、巻物。おお、強チェリー。早い。28ゲーム。赤い色ランプ白。はい、ダメー。あー、広角スタート2回目ですね。
お、赤い。あー、巻物引けた。緑。緑の文字出るとね、なんか違和感あるんですよね。よーし、吉田宿巻物から253ゲーム。赤い色、ランプ緑です。ここはね、行きたいですね。今回は緑ランプだったんで、レア役を引かずにどうなるのか見たいです。あ、222出ましたね。こちら設定2以上。はい、行きました。2回目ですね。よし、1スルーで行きました。バジリスクタイムは源之助。もう最初の一撃からずっと持ちメダルではできてるんですけど、伸ばしたいんで1000枚ですね、目指すは。何も引けず。128枚出発。いやー、単発2回単発伸びないですね。強チェリー、初当たりは軽いんだけどな。まあ引きかな。はい、強チェリーから発展。あー、当たりました。強チェリーから9ゲーム、めちゃくちゃ早い。お、久々の青い色、色は白。はい、巻物から28ゲーム、持ちメダルです。赤い色、ランプ白。よし、広角巻物から45ゲーム、持ちメダルです。赤頭多いですね。赤い色、ランプ黄色。いやー、よかった。巻物から223ゲーム。青い色、ランプは青です。うわー、ダメ。これで4スルー。4スルーかー。設定2以上示唆画面出て、で現在赤頭の方がボーナス多いので、まあ246ですよね。金文字、そして強チェリー。87ゲーム、青い色、ランプ白。はい、前回の AT5 スルーしていて、ゲーム数が164ゲーム回したところで持ちメダルが飲まれてしまいますので、
ここから久々の追加投資していきたいと思います。まだね、投資次が3000円目ですので、まだまだ全然1回の AT で取り返せる投資です。おー、レインボー出た。はい、追加投資2000円で総投資が4000円、211ゲーム。青い色、ランプ黄色です。わあ、はい、これで6スルー、降格スタートです。追加投資して6スルーで、ゲーム数200ゲーム超えも3回ありましたね。全体的には早い方ですけど、後半になるにつれて展開がどんどん悪くなってるっていう状態です。発展、おお、駿府行きました。今21ゲームなんですけど、何も引いてない状態で行きましたね。いやー、長かった。本日初駿府城。伝令にございます。どうやら発展です。ちょうちょう、はい、34ゲーム、これが7回目。はい、青衣装区、ランプ黄色です。持ちメダル、お、はい、6スルーで入りました。はい、駿府城からですね、玄之介のバジリスクタイム。総投資は現在追加投資しましたが4000円ですので、まあ500枚は出したい。これで単発だったらちょっときついですね。今日は500枚1000枚クラス出てくれたら続けたいです。はい、絆玉、はい、1戦目、66、負け物ですね。巻き物引かないとまずいじゃん。帰国収集。おお、赤い。あは、あは、よし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 。危なかった。はい、2戦目、予告はなし。6、4、何もなし。おお、赤ですね。ここで今日このステージ3回目なんですけど、3回とも終わってる。このステージでそんなことあります？はい、210枚、出発の準備。
ロックスルーも頑張ったのに。林かごめ。なんじゃ。おー、巻物。おげん。ああ、超広角滞在してますね。あ、超広角で当たりました。かわいい。はい、28ゲーム、持ちメダルです。赤一色、ランプは青。青文字。うわー、巻物引いたのに。一致する。高額スタート。おお、巻物引きました。緑文字。嘘嘘。ダメだった。強チェリー。赤い。緑文字。明け絹か。強チェまた引きましたよ。さすがにいけるはず。うわー、マジで。あー、赤文字出ました。絆2の赤文字熱いですからね。はい、金文字。54ゲーム持ちメダルです。青い色、ランプ白。設定4あってもいいと思うんで、確定画面出てほしいですよね。青文字。あはははは。いったー。1スルーでいきました。よかった、持ちメダルでまた AT 持ってこれた。源之助ですね。おお、予告だ。巻物。もうここで伸ばすしかない。創始創殺。はい、1戦目。もうね、ここで伸ばします。55。よし。お、よしよしよし、引いた。胡蝶乱舞。よーし。赤い色。かっこいい。はい、いい感じです。かっこいい。2戦目。
奇数巻物、おほほ見て巻物、都庁乱舞、よしよしよし、はい、順調ですね。お、青頭だ、青い色、甲賀忍法帳、はい終了。おお、ワイルドアイズ引けてよかった。はい、3戦目、4戦目、5戦目、6戦目、44、はい、ということでこれまた朝掛けなんで、今 A ですね、ここが、ここから先は ADADAD の繰り返しだから、ここを突破できれば、まあ、次は熱いですよね。お、強チェリーだ、頑張ってくれ。ああダメか、680枚。では参りましょう。では参りましょう。いやー頑張ったけど、やっぱなー、シナリオがなー、もうちょいなー、いいやつになってくれればいいんだけど、収支はプラスになりましたね。一回データ見てみます。はい、現在総回転数が2504ゲームとなっていて、ジャックチェリーが 51.1 分の1、こちら設定1以下になってしまいました。で、 BC の色は赤頭が12回で青頭が10回ですね。で、同色は赤同色1回だけなので、設定2以上確定なんで、偶数寄りではあるけど、まあ多分設定6ではないんですよ。本当シナリオが、いいシナリオが選ばれなくって、まあきつい展開になってるっていう感じです。どうしようかな。まあ追加投資して頑張って今プラスになったっていうところなので、まあここで終わりにしようかな今日は。まあ、バジリスク絆2はまた打てる機会もあると思いますんで、まあ、今日はプラスでここでやめたいと思います。ありがとうございました。はい、実戦終了ということでお疲れ様でした。本日は総投資が4000円で、回収がこちら854枚ということで、最後の AT でプラスになりました。で、本日2526回転回して、ジャックチェリーが 51.6 分の1、こちら設定1以下 で、赤頭の BC が12回、青頭の BC が10回なので、まあ、偶数設定よりで、広角スタートが6回で、3分の2は1スルーでAT に入ってました。なのでそんなに悪くはなかったんですけど、そこまで良くもなくって、最終的にやめようって決めたのはジャックチェリーの確率でかなり下がってしまったのでやめました。もしジャックチェリーの確率がもっと良ければ全然打ち続けていたと思います。まあ、推測は2か4だと思うんですけど、まあ、4もありそうですが、バジリスク絆2は設定5、6を狙っていきたいので、まあ、4だとしても6はないのかなと思ってやめました。
よろしければこの動画への高評価、ニコ7チャンネルへのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。バジリスク絆2はまた打つ機会がありましたら打っていきたいと思っている機種ですので、まあ、もっともっと勉強して打っていきたいと思います。また次回からもいろんな機種を打っていきますので、よろしければご視聴くださいませ。じゃあ本日もここまでご視聴くださりありがとうございました。じゃあまたねー。